か必要なことはあるかしら。さて始めますか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 。さて、さて始めますか。また来てね。いろいろな屋台が誰か誰を誘う。アスナ。うん、キリト君と。それじゃあキリト君。いつもと雰囲気。キリト君ならどん。さあ早く。ああ、すごい人だな。一度はぐれたら見つけるのが大変そうだね。そうだな。そのえ、いろんな屋台があるね。アスナ。いいけど、何、キリト君って結構チャレンジャーで。そうかも。はい、毎度。いただきます。うん、焼き鳥。一体それ何の肉なの。カエルモンスターの肉。え、カエル。そんな固くなに拒否しなくても。ダメなものはダメなの。お、本当だ。すごい、まさか VR ね。キリト君、そこいいね。じゃあ俺一つ500。じゃあそれ一つ。キリト君すごいなこれ。まだ暑いかな。いや、むしろ熱っ。やっぱり一口で食べるからだよ。少し冷ましてからにしよう。なあ。それにしてもお祭りだなんて。ああ、2年以上 SAO にいたからな。それもだけど、私の場合それをリアルでもあんまりお祭りに行く機会がなかった。友達って言っても成績を競う相手って感じだったし、そもそも門限があるから夜外に出ることもほとんどなかったな。だからね、 VR 世界の中だけど。こ、そっか。なあアスナ、現実の世界でも。うん、約束。あ、絶対だ。さてそろそろ。あ、ちょっと待って。はい。あ、キリト君口開けで。でも人の。もう私だって恥ずかしいんだからね。ごめん食べる。あ、おいしい。おう、うまいな。さっきは暑くて味がよくわからなかったけど、リアル。ほんと？じゃあ私も食べてみよう。じゃあ今度は俺。え、いいよ。俺には食べさせておいて自分だけ普通に食べようなんてずるいぞ。はい。お祭りイベントの時だけしか食べられないのは残念だな。じゃあ私が作ってみようか。 ALO の食材で再現できると思うわ。本当か。任せ。アスナ、すごく楽しそうだな。浴衣姿も見られたし、リアルでのお祭りも楽し。お祭りイベントの誰を誘うか。リズ。え？なあ。そ、もちろん。よかった。私はあんた。でもあんたがお祭りに行きたがる。そうか、うまいもんが。ああ、まあいいわ。お祭りといえば。お、いいな。いらっしゃい。な、リズは何にする。私はキリトはどれ。まあせっかくだし、ガリッシュガーベラキントキ。このガリッシュガーベラ。ああ、おそらくこのモンスターからドロップされる蜜がかかってるんじゃないか。まあ物は試しさ。二つで800。ほら、キリトが払ってくれるの。自分の分くらい払うわよ。これくらいおごるさ。サンキュー。
キリト、さすがモンスター狩りまくって稼いで。そんなことないと思うけど。さーて、私のはもうできたみたいね。じゃあお先にいただきます。冷たくて美味しい。見た目だけじゃ。ちょっと食べてみる？いいのか？一口だけよ。ああ。でしょ？かき氷なんて。どうした？来た。そんなとこまで再現されるのか。いらないわよそんなこだわり。まあまあ。さて。俺のかき氷が出ガリッシュガーベラ。いやそれはもう聞いたけど、なんていうか、俺もまさかこれほどのインパクトがあるとは思わなく。これ食べられるのよね。さすがに食べられないものを売ったりはしないだろう。まあそう。まあそうだ、さっきリズにかき氷もらったよな。いやさあさあ、キリトがって、こんなの食べさせられても全然。そうか、そこまで言うならしょうがない。無理強い。そうじゃないけど。付き合いよ、付き合い。ほら、さっさと。はいはい、リズベットは楽しそうだな。お祭りイベントの誰を誘うか。シリカ。あ、キリトさん。今日はお祭り。シリカと行き。もちろんリナ。それで予定。はい。そっか。それなら今から行けるか。はい。じゃあ早速。気合い。いろんな屋台が並んでるよな。そうですね。たく VR 世界の中なら太らないと思うと、どうしても食べ過ぎてしまって。すぐも同じこと言ってたよ。甘いものといえば、いいです。それじゃあ買おうか。一つ500ユルドです。思ったより大きいな。持ちにくいから気をつけて。ああ、もちろん。ありがとうございます。甘くて。そんなに喜んでくれるとは。キリトさんが買ってくれたから余計に美味しく感じるのかもしれません。そうか。あ、キリトさん。あ、俺も。じゃあ、うまいな。小さい頃食べた綿あめと同じだ。びっくりするくらい見た目も味も再現されてますよね。ああ、なんだか懐かしい。小さい頃、すぐとお祭りに行ったこと。キリトさんの小さな頃か。きっとすごく可愛かったんだろうな。可愛いかどうかわからないけど、すぐとはよく姉妹に間違えられたな。ピナが綿あめに突っ込んだぞ。ピナも食べたかったってことだろう。私の綿あめだったのに。シリカ、ちょっとここで待っててくれ。もう一回買ってくれよ。そんな悪いです。でももっと食べたかった。それはキリトさん。キリトさんのほっぺにえ？もう一つ買わなくてもこれ。ごめんなさい。なんてこと。本当にごめんなさい。おい、シリカ。びっくりした。お祭りイベントの終わりまで疲れたし、またこ。
はどうしたの？他にまた来てね。何か買うのか？いつでも来いよ。